えー、こんにちは。か課塾の久保です。まあ、隠居暮らしをしている私でもね、将来の不安を感じることあるんですね。まあ、というのが、やっぱり何の約束もない未来に向かって私たちは生きてるじゃないですか。まあ、それはね、組織に属しているサラリーマンであろうとも、自分で事業している私でも同じだと思うんですよ。だってね、会社に属してるからといって、じゃあそれが10年後、20年後、思い描いたような形になるかってことは分かんないんですよね。 で私の住んでる町は以前私が幼い頃に暮らしてきた町なんですけども実は私がね10歳になるまでにスーパーパが3軒狭い区画にあったんですよそうですすよそうね半径5 0 0ル以内にスーパー3軒お寿司屋さん1軒飲食店2軒駄菓子屋さんが2軒文房具屋さん1軒酒屋さんが1軒そして床屋さん1軒で全てのお店がなくなって今やってるのがね床屋さん1軒だけなんですよ でその徳屋さんのご主人ももうね80ぐらいで今年中には終わるんじゃないかなと感じながら先月もねこの髪を染めてもらったんですけども何が言いたいかっていうと皆さんも日々感じてらっしゃると思いますけどもご自身が就職したその今いる会社っていうのは一体どのぐらいの歴史を今まで紡いできたのかそれからこれからの まあ激しい変化にどのぐらいついていけるのかやっぱ不安だと思うんですよで組織でやってる以上有能な人がやっぱ全体を引っ張っていくっていう図があってだからなかなか思うようにお互いに所得が上がらなかったりっていう窮屈なものがされてると思うんですよねまあそういった不安の中で自分の力で今自分の人生や稼ぎを作っていける時代なんですよねで多くの不安の元っていうのが所得が このまんま維持できるかどうかっていうところじゃないかなと思うんですよ。例えば月収30万とか40万っていうのをね、やっぱり取れてる人はラッキーですけども、月収十数万とか二十数万とかね、この辺りでやってる方、特に50代で、これかなり多いんですよね。そういう人が多いからといって、じゃあ月にね50万前後もらってるからって、うちは安泰だって言えますかね。月収50万って年収で600万でしょ。 600万っていうと過処分所得考えると多分500万ちょっとだと思うんですよ。その上に、まあ定年後の貯蓄とかを考えるととてもじゃないけども余裕がある人生とは思えないんですよね。まあ、そういうふうに冷静に考えれば考えるほど賢い方っていうのはこのままじゃやばいと思ってるはずなんですよ。でやばいと思ってるからこそ動けるうちに動いておこうと思う最後のねチャンスが40代とか50代にやってきてるんじゃないかなと思います。まあその中で YouTube を使って収入を上げていくっていう方法はかなり有効なんですよねこれは10年間麻雀店を脱出して10年間この世界で生きてる私だから言えますけどもブログは1万4000個作ってもう今やってませんツイッターの量産で稼ぐ方法も1年か2年ぐらいでやめてしまいましたカメラ転売も莫大な利益を上げたんですけどもとはいってもね3年は持たなかったですなぜならカメラ転売を教える人がいっぱいいるからあっという間に過当競争になってしかも 取引をするマーケットっていうのは Amazon とかね、メルカリとかの非常に限られたところだったんですよ。これね、無限に市場があるようでそんなに広くないんですよ。なぜなら、販売する人は一部で購入する人がまあ、大部分な図は変わりませんけどもこれが今、拮抗しちゃってるんですよね。もうすでに過当競争になってるわけなんですよ。特別な能力を持ってる人じゃないと転売は生き残っていけなかったりとか多言語を扱って海外に 販売したり海外から仕入れたりってことができないとなかなか難しいんですよでいちいち翻訳やりながらやると作業量が増えるんで挫折にもなりますしねうん本当に難しい時代だと思いますまあその中で、まあ、FX みたいな投資は元金がいりますしやっぱ株式投資っていうのもなかなかなじみがないと思うんですよ暗号通貨はもう論外です <laughs> もう終わりました暗号通貨はねやめた方がいいですやっぱり安定して収入を上げれるものとしたらやっぱ YouTube が代表格だと思うんですよね で私同じ広島に結婚相談所をされている女性の方がいるんですけどもこの方もね結局 YouTube 一本で結婚相談所の運営を今安定してやってらっしゃるんですよねそれからもう YouTube の集客コンサルタントに今なっちゃってますねそのぐらい結婚相談所を辞めるぐらいもしくは控えるぐらい YouTube の集客図っていうのはすごく優れてますしそれを使えてる人っていうのがなかなかいないんですよでそう考えていく中で私は一つのね YouTube で商品を売る法則を私はあの、この10年で培ったんですよ。多分間違いないと思います。それは普段の情報発信の中で、いわゆる無料コンテンツ、無料動画の中で、必ず問題解決や気づきってものを搭載しておくんですよね。そうすると見るたびに、なるほどって思うようなね、まあ、そんな回答が視聴者さんに得られます。特にタイトルを釣りで作んないことです。まあ、例えばね、1週間で 3キロ痩せる方法ってタイトルを書いたら本当に実行したら1週間で 3kg 痩せるようなサプリメントですとか運動器具とかトレーニングってものを用意しておく必要があるんですよそうすると確かに本当に驚きの結果が出たなということで次の動画も期待してみてくださるんですよねそしてその期待にまた応えるための動画を作っていくその繰り返しによって信頼関係が構築されてそしてセールスの日を迎えるわけなんですよで当然セールスってのは今後セールスをしますよっていう風な予告も必要です 例えば塾を運営してますとか有料のカリキュラムがあります有料のオンラインサロンがありますっていうのは普段から言っておくことなんですよ。でそうした時に有料のオンラインサロンのご案内をさせてもらいますねというふうなライブ放送なりセミナーなり動画を作った時にそこに来る方は購入する意欲ありで来てくださるんですよね。でえー、そのセミナーですとか販売会ですとかねそれからズームなどの対談がありますよね。そこでセールスををしした際に最後のの押しをするのが、 あそういったセミナーとか対談後の今度はセールス動画なんですよ、まあ。つまり3つのフェーズに分かれるんですよね。これは私も同じようにやってますけども、無料コンテンツの提供があって、セールスの日があって、そして販売の日がある。この3つのフェーズを使い分けることによって、商売っていうのは成り立っていくんですよね。私の家の近所に、パン屋さんが先月オープンしたんですけども、そのパン屋さんもオープンする前に、とんてんかんてんと店作りをしていくところとか、近所の方にチラシを配りに行くとか、 ご挨拶に行くとか、そういうのが、信頼関係を構築する、オープン前、セールス前にする作業なんですよ。その結果、オープン当日、セールスの日には長い行列ができるんですよね。そして期待通りのパンがたくさん食べれる。そして次に行ったらまた違うパンが出ていて、面白く、楽しく、美味しくいただける。その繰り返しがあるから、 また行こうまた買おうまた行こうまた買おうになってそういう姿を地域の人が見て最初は買わなかった方も行ってみようかなっていうふうになるんですよねこうやって相乗効果っていうのが波及していくっていう形になりますでこの3つのステップ集客する時と商品を紹介する時と販売する時とこの時期を間違えて打ち出してしまうといくらいい商品でも気づいてもらえなかったり購入意欲のない人だけが販売に集まったりとかするんですよで、ここのミスマッチを起こさないために、 購入意欲の高い人を無料コンテンツで作っておく必要があるんですよね。どんな方も何かに困ってるんですよ。例えば冒頭で話しましたけども、副収入がなくて困ってる。お金がなくて困ってる。就職転職ができなくて困ってる。そういった方にこの仕事はいかがでしょうかっていう形で、アフィリエイトですとか、転売ですとか、YouTube とかね、こういったものを紹介することによって、その方の動機に火をつけることができる。つまり、感情を変えることができるんですよね。やってみよう。 頑張ってみようっていうふうに思っていただけるかどうか、これは無料の動画をどれだけ熱心に作るかによっていきます。その無料の動画の作り方っていうのは、なぜそれをやらなければならないのか、例えば、なんでカメラテンをやらなければならないのか、なんでアフィリエイトをやらなければならないのか、なんで投資をやらなければならないのか、なんで YouTube なのか、ここに最もな理由と、それを見ている人、聞いてる人に、あ自分はこれだなっていうふうに気づかせることを盛り込んでおく必要があるんですよね。 そして、それぞれの転売をやったら一体どうなるのか、YouTube をやるとどうなるのか、ブログをやるとどうなるのかっていうふうな、やった後の姿を見せていくこと。こういったことも実例や、実際に自分の体験を通じてお話していくことが大事になってきます。その上で、商品にはどうやったらそれが実現するのかっていう、How to を盛り込んでおくってことと、その How to を一部無料プレゼントして提供することが肝要なんですよね。まあそうすることによって、 視聴者さんは安心して商品を無料で受け取り、その無料を体験したからこそ、有料版に進むってことができると思います。で、この動線っていうのは多、ね、多分ね、フォーの商品販売で変わることがないんですよ。私たちも今までずっとそれをやってきましたし、やられてきたと思うんですよ。で、そういったことをね、この気になる男シリーズで、視聴者の皆様にもお伝えできれば幸いかなと思います。えぜひね、まだ商売に未経験な方とか、商売がいまいちうけてない方、今回お話したこの動画の法則を用いてトライしてみてください。 それを繰り返すことが本当にコツコツやるっていうことになりまして、まあ自分のペースでやるというよりも、マーケットのペースに合わせるってことになるんですよね。必ずビジネスうまくいくと思います。それではよろしくお願いします。いってらっしゃい。